皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業を続けていくならオンラインとオフラインどちらがいいの？というお話をしてみたいと思います。というのがですね、この質問をよく教室の先生から受けるので、一度現状の私の見解をお伝えしておこうかなという思いまして、こちらの動画を撮っています。今はどういう状態かっていうと、一旦ですね、非常事態宣言が全国的に解除されて、で県をまたいだ移動も OK っていう状態になってきてるんですね。ですけれども、東京はまた少し感染者数がだんだんと増えてきていて、第2波かというのが噂されていると、そんな状態、まだ終わったとかっていうのが見えていない不安定な状態ですね。で、この状態で一応オンラインだけじゃなくてオフラインもまたできるようになったっていうことを受けて、先生方ももうオフラインね、対面の方に戻られる方ももちろんいらっしゃるんですけれども、そうは言ってもまたどういう状況になるかわからないっていうことがあるので、オンラインとオフラインどっちがいいの？とかいうご質問をですね、よく受けるようになってきたので、私の考え方、見解と、あと未来に対する対応ですね、こちらをちょっとお伝えしていきたいと思います。はい、それでは本題に入ります。ですね、まずそのオンラインとオフラインなんですけれどもね、ここへ来て、要はオンラインを急にやり始めた先生が多いわけですよね。まだできてない方も多いです。実際にやられてる方はもう昔からもやられてる方、私のクライアントさんなんか結構昔からやってる方も多くて、それに並行していって、タイミングがまた戻ってきたよっていう状況になってますね。で、生徒さんご自身は、対面レッスンを希望されることが多いかと思います。それは当たり前といえば当たり前で、伝えられる情報量と、あと試食ができたりとか、いろいろそういう喜びもね、当然ありますから、地元の人で対面で会える距離の人だけを集め続けるというふうに考えるのであれば、それでいいんじゃないでしょうかっていう感じですね。ただし、オンラインの可能性っていうのは、もうエリアが全国区、場合によっては全世界、時差さえどうにかなれば。で、あと人数に関しても、デモンストレーション型っていうことであれば、コンピューターのネット環境さえどうにかなるんだったら、1対100だってあり得るんですよね。はい、ということができるのであれば、例えばワンレッスンが今まで対面で5,000円とか6,000円だった方が、オンラインで1,000円だったとしても、100人もしも集めてレッスンすることができるんだったら、1回のレッスンで10万円っていうことになりますよね。で、単純に10回レッスンやったら100万円、それだけの集客力があるかどうかは別としてですね。だからオンラインが扱えるということで、それだけこう将来への、展望が増えてくるわけですよね。ですから、ことさらにオンラインをね、絶対にして対面捨てろとは言ってません。逆にめったに会えないから、対面で本当に教えてもらえて嬉しいみたいな、プレミアの価値がこう対面の方には今度ついていくことになるので、どちらかというと、そのオフラインっていうのはプレミアの方に置いていくのがいいかなと思ってるんですね。オンラインの方はより身近に、短い時間で触れ合っていくことができるっていう、そういうイメージかな、どちらかっていうと、はい、そういうふうになっていくと思うんですよね。ですから、結論言ってしまうと、オンラインオフラインどっちがいいですかとかではなくてですね、どっちもやってくださいっていうのが、基本的な、まず第一弾の結論なんですよね。で、ただし比重があって、私の現状のイメージでは、6対4でオンラインの方に軸足を置いた方がいいんじゃないかなと思ってます。場合によっては7対3ですかね。はい、もちろん対面には価値はあるんですけれども、時間の制約と、場所の制約ですね、これが出てきてしまいます。で、当然オンラインの方もやれることの限界値っていうのは当然あって、試食をさせられないっていう、先生が作ったものをね、簡単には試食させられない。別途送るっていう方法ありますけどね、そのリアルタイムで食べてもらうってことはできないとかね、そういう難点もありますよ。あるんですけれども、
今回世の中が一気にオンライン化の方向に走って、お子さんとかもね、学校とかもオンライン授業とか、大学生も含めてですけどね、そういうこうインフラが今後どんどん整っていく予定なんですよね、プラットフォームが。そうするとオンラインを扱うことで非常にこう有利になってくるっていうか、それができるということが教室運営上非常に有利に働く部分が多いと思っているので、それで6対4とか7対3でオンラインやった方がいいんじゃないかって思ってるのは私の実感です。まあ、なぜその話をするかっていうと、おそらくさらにその先の未来っていうのはバーチャルリアリティ VR の世界がもうそこまで来ているので、オンラインのその先にそれがあるので、オンラインを扱えてない方は多分それが扱えないというふうになると、世の中のね状態についていくのが難しくなった場合に、集客という観点から考えてもですね、その有利な状態には当然ならないわけですよね。ですから全員の方がすんなりオンラインに行けるとは別に思ってません。だけれどもオンラインの方をしっかり学んでおいてできる状態になっておけば、その先の可能性が対面でやっていくっていう、もう従来型何十年もやってきた方法とは違うやり方で違う集客ができるようになるので、可能性を残したかったらやはりそのスキルを取得するということには取り組むべきなんだろうなというふうに考えています。この後に及んでですね、苦手だからとかできないとか、それはほとんどあんまり意味がないことで、やるしかない状態になるんだったらもうやるしかないんですよね、教室業を続けたかったら。で、対面でも続くと思いますよ。ただだんだん先細っていくだろうなというふうに感じています。対面を望む方っていうのは当然そのリアルで会える距離の方、リアルで会える時間を持ってる方でしか会えないので、その方たちがだんだんいなくなっていくとなると、年齢がね上になっていく、通えなくなるとか、例えば生活パターンが変わるような状況になるときに通えなくなるとか、そういうようなことができるんですけど、オンラインがあれば、あとは通信講座とか動画をね販売する講座を持っていたとしたら、そこもどうにかなっていくじゃないですか。だから持っておいた方がいい、そして苦手だからこそ覚えた方がいい。で、教室の先生業に置かれてましてはね、特に皆さんがやらないから、私は昔からやらないことをやることで成功してきてるっていうか、うまくいってるタイプなので、まあ今がやり時というかチャンスですよね、どちらかっていうと。だから先行でちゃんと覚えてしっかりそれが発信できるようになるっていうのはとても大切なことだろうなというふうに考えています。ですからまずオンラインとオフラインどちらをっていう、続けていったらいいですかっていうご質問は、どちらも続けてくださいっていうのがまず回答で、でさらにその比重はオンラインの方に比重を多くした方がいいっていうのが私の個人的なアドバイスです。でさらにもうちょっと発展した話を言うと、このオンラインオフラインの問題にかかわらずですね、そのツールとかが何がいいですかとかいう質問よくあるんですよ。Facebook とかが廃れてきてますよね。今インスタが熱いからインスタやるべきでしょうかとか、あとブログとかもうオワコンですよねとかね言われますけれども、ブログとかどうなんでしょうかとか、 YouTube とかは今みんなは見てるけど作ってる人はいないですが、どうなんですかね今後の YouTube はとかね、そういうツールに限定したお問い合わせとか質問とかいただくこともあるんですけれども、先ほどのオンラインなのかオフラインなのかっていうのも含めても全般的にそうなんですけれども、基本的にはですね、一番大事なのはもうお客様の要望とかニーズを見ていく、お客様が望んでいることに合わせてビジネスの形態を変えていくっていう、これが一番大事なことなんですけれども、その段に及んでですよ、時代が変われば当然自分のビジネスのやり方も変えなくてはいけないっていうことを理解する必要があるということなんですよね。要はどういう人が生き残れるのかっ
ていうね、いろんな時代がこう変わってもどういう人が生き残れるかっていうと、基本は柔軟に変化に対応した人なんですよね。変化を受け入れて取り入れて、その変化を生かして波に乗るっていう、その作業ができる人かできない人かなんですよね、基本的には、まあ、よく携帯電話とかのね話とかでも伝えるんですけども、ガラケーからスマホに変わった時とかに、いやそんなのできないとか無理とかいろいろ言ってた方も、まあ、なんだかんだ言ってもうすぐガラケーがねだんだんこう淘汰されて終わっていくような状態になっていくじゃないですか。でもうほとんどスマホに変わっていくと、もうそれしかなければそれやるしかないんですよね、通信したければとか。そういう状態に時代が変わっていっちゃうと、その時に人っていうのは渋々でもいやいやでも変わっていきますよね。で今回コロナのことがあって、オンラインとか、いや全然無理無理って言ってた、そんなの嫌だって言ってた人も、自粛生活が家で2ヶ月とか3ヶ月とか続いて、もうエンターテインメントとしても退屈で、で何かをしたい時間は余ってるとかっていうと、習い事やっぱりオンラインで始める人っていうのが、どんなに反対してたって、そうじゃない状況に追い込まれたら、やっぱり人はそういう選択肢も取ったりとかするわけですよね。案外楽しかったとか案外良かったとかいう方もいらっしゃるんですよ、現実問題として。だから食わず嫌いみたいな人も多いのも事実なので、その変化が起こった時にですね、その先を見据えた時にどの流れがいいんだろうっていうふうなことをやっぱり一つ考える必要があって、であこっちの流れはどうやら良さそうっていう時に、それをアレンジして構築していく、そういう力っていうのはやはりどうしても必要になるなというふうに考えているんですね。で今回の場合もどの形がいいのかって言ったら、もう世の中の流れがオンラインの方向に向かいますよねっていう、その大きな流れは当然見えたわけなので、そうするとそれをどう自分の事業の中に生かして加工するかっていう視点で見る必要がありますね。だからどっちがいいかとかじゃなくて、その流れに合わせて必要なものを取得っていうか選び、必要なものを捨てていくっていうことになります。ですからさっきの SNS の話にしても、例えば一時期アメブロとかね、もう終わったコンテンツだって言われてました。だけれどもまたその後復活してきたりとかもしているんですよね。だからツイッターもそうです。なんか終わったとか言われながら今ツイッターがまた盛り返してきてたりとか、その時代によって皆さんのツールの使い方が変わったりとかしていくので、そのツールがどうなんでしょうっていうことよりも、本質的に時代ないしはそのお客様はね、どこにいるのか、どの方向を向いてるのか、それに合わせてツールを使い分けるっていうことが必要なので、基本は全方面やっていく方がそれはいいです。時間足りないですけどね、はい、ただ自分と相性のいいお客さんがいる媒体を中心にやっぱり動かしていった方がいいとは思いますので、それはお客様を見るっていうことはどの道必要ですよね。でどの時代でも、もう私の中では最強だなと思っているのはやっぱメールマガジン、特にステップメールですね、それは感じています。はい、LINE と併用した方がいいですよ。到達率が悪いからメールだと迷惑メールに入っちゃう可能性が高い。ただ長編の読み物とかを読んでもらうっていうような時には、基本的にはメールマガジンの方が読んでもらいやすいです。はい、ですのでどの媒体をどう扱うかとか、どういうツールをどう使ったらいいのかっていうのは、本来はその流れにおいてどれを使えば有利なんだろうかとか、自分が苦手なものでも覚えなくてはいけないのであれば、それを覚えていくっていう、その柔軟な対応がどの道必要になるかなっていうふうに思っています。今回のねオンラインオフラインっていうレベルの問題じゃなくて、全ての事象の捉え方が、流れに乗るっていう、その流れを読むっていうこの能力の方がよほど大事ですね。ツールを使いこなす云々はその次の段階の話です。だから今一つなアイテムとかツールを使おうって決意してしまうと時代の流れに乗れませんからね、はい、結局すごく時間を無駄に使っちゃって何にも成果が出ない、身にならないっていうことです。だから結論でまとめると、今は
オンラインの方に波がいってるから、オンラインを使わない手はないということです。苦手でも覚えた方がいいということです。でそしてそれを行うことによって数年後ですね、そこをやってた方とやってなかった方っていうのは大きく差が開くはずです。そして数年後に覚えようと思う時にはもっと世の中は進んでるので、覚えるのがもっともっと困難になると思います。あと数人の方にはねお話ししてるんですけれども、教室業ももっと異業種とかが普通に入ってくるような、業態になっていくと思います。具体的に言うと、不況とか、こういった時代の時に、リストラとかっていうのがあります。リーマンショックの時がそうだったように、そうすると職を失ったサラリーマンの方が普通に自宅教室開業をやるはずです。でその方たちはオンラインのスキルは長けてます。あとは、それを教室業として行っていくための別の、専門的なスキルを身につけるだけになりますので、教室の先生が専門的なスキルを持っている方がオンラインを覚えるのが早いのか、オンラインができるような一般人サラリーマンとかの人たちが専門スキルを覚えるのが早いのか、どちらにしても教室っていう土俵で一緒になってくるので、教室の量は増えます。そしておそらく淘汰されるっていう未来があるので、オンラインをね扱う技術はきちんと先を見ても今から身につけておく方がいいんじゃないのかなというふうに思っております。はい、それではまとめに入ります。オンラインとオフライン、教室業を続けていくにはオンラインとオフラインどっちがいいのっていう質問に関しては、どちらも続けてくださいっていうのがまず一つ結論です。ただし軸足の置き方の比重は6:4ないしは7:3で、オンラインの方に置いていく方が将来的な見込みはあるでしょうというふうな、ご回答をさせていただきたいと思います。それではご参考に。